これは設備の生産性向上のため、設備で使われていない上部空間への設置で小スペース化を、また直動軸と回転軸の組み合わせによって高速化を実現した高速搬送ロボットです。直動軸と回転軸の組み合わせにより有効な動作範囲が広くなるため、設備自体のコンパクト化も実現しました。従来ベルトコンベヤやロボットが何台も必要だった工程も、このロボット1台で構築可能。また複数組み合わせることにより全体の搬送工程を大幅に短縮、10件を超える特許取得もさることながら、空間利用の大幅な向上という観点から、ロボット化されていない分野への普及も期待されることが大いに評価されました。ユーザーからは生産サイクルタイムを短縮できた、コストも削減できたという声が多数届いています。